はい、どうも、とのまると申します。本日もマリオメーカー2をやってまいりましょう。というわけで、こちらコメントでコース ID の方をいただきました。スピードラ？ん？ 8?10秒みたいな、はい、タイトルのコースですけども、全体コースを見るのは最終手段で使ってください。0.23%。やってまいりましょうか。一応ベストタイムが65秒とかだったけども、何なんだろうな。スピランなのかどうなんだ？どっちなんだろう。はい、あーなるほどな、初手から結構エグいことさせすぎよるな。相性 OK で、こういってこう抜けてこう、あーせわしないね、せわしくてせわしないね。はい、そう、せわしいとせわしくない、あー違う、せわしいとせわしないはこう対義語に見えて実は同じ意味というね。はい、でこっか、はい、でこれでドア入りまして、一部屋ずつ進んでいく。ん？なんかこれがばれそう。どうなってる？下がどうなってる？あー、これを2周。ほー。なるほど。でも延長したらいいんか。これなんかどうかやってがばれんか？いや、でも足元ないからきついか。まあいいや。ちょっと待って、危ない危ない。これで鍵ドアに入れる。なんなんだろうな。はい。あ、オンオフ、オンオフ、オンオフ。はい、ドアカン入っていきまして。はい、パン。これ2個あるのはあんま意味ないんか。これ怖いな。ここ捕まんの怖くない？ジャンプしたら死ぬもんね。はい、で、はーい、で。上の情報がわからん。ああ！はい、しっかり捕まって、ベストタイム的に時間がそんな余裕ない感じではないと思うんです。はい、はい、はい。ん？なんだ？なんか受けたぞ。受けたぞ、なんか。はいはい、ちょっと待って、あっぶねえ、あー怖かった。でこれ土管入って残り20秒、何なんだろうな。え、あ、これ違うんだこのルート。あ、違うんですか、そうですか。あー、てだったらもうどっかにゴールがあったんだな、ここまでのどっかに。どっかにゴールがある。ゴールがこの右にさ、ボム兵おるじゃん、これ気になるんだよな。でも着火させらんないもんな。なんだろうな、どこに何があるんだろうか。さあ、ここ入っていって、ここで裏面に行ってるから、多分裏面に行く時点で違うんだろうな。ここ違うルートなんだろうね。だから一回ちょっとピー切れるの待ってみる。どうなってんのこれ。はい、いや、別に何もできることなさそうだよ。なんかあるとかそんなことじゃないよね。なんかわからんけど、P を持って帰ってみるとか、なんかこういう、おーっと、おーっと、おっとっとっと、そう、ここがちくわになってんだよねっていうのがちょっと気にはなってて、おっとっとっと、正解引いたっぽいな。来た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 よ。で、これこういって、ん？あー、オッケーオッケー。おーい。あ、でもこれ P いらないですね。はい！あ、はい、オッケー。さあ、これで土管入って、こっちが裏面だよね、ほんで。はいはいはい。これちょっと待ってよ。はい。で、あ、ちょっとこれ何気に死ぬな。はーい、で、こうで、くるん。ちょっと待って、調子取ったら死ぬ。あー。まあ、慎重にやっていきましょう。こっちが裏面であるということをしっかり念頭に置いて、やっていくべきだよね。これさ、なんか怪しいよな、あのガリガリの上んとことか。なんかこっち違う気がせんでもないんやけども。はい。はい。なんか、あのキノコ取って右に戻る気するんだよなっていう。ほらほらほら、なんかもう一発来そうな気してたんだよなんか違いそうな気するんだよな、この道。なんだろう、じゃあキノコ取って多分戻ってガリガリの裏とかになんかあるよ。なんかその上んとこ怪しいんだよな。なんかやたらガリガリでこの装飾してる感じ。このな、でこの上、しかもなんか右に土管見えてるな。この上怪しいと思うんだよな。違うかな、なんか。ほら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 、なんか配置がちょっと怪しいんだよな、それね。ほらほら、ビンゴビンゴで。
これは待ちか。2連続でしゃがみくるん怖っ。左向きで、はいはい、オッケー、抜けた。これこれワンチャン隠し、あ、はーい。でこの土管、この土管で表に戻るんかな。あ、はい、うわうわうわなるほどね。最後多分あれ土管入った瞬間怖いな。はい、オッケー、ゴールやりました。いやなんか結構いいコースだね。何回も楽しめる感じのコースでございました。というわけでコースアイディアありがとうございました。本日もマリオメーカー2やってまいりましょう。凍った、クリボーを1体倒してからゴール。どういうこと、クリボーは、クリボークリボーどこいんの、クリボーどういうこと、クリボー上にいるってこと。おったおったおって、おるけど、おるのはいいんだけどもさ、上にさ、ちょっと待って、これ登ってくんがむずいな、普通に。あ、そっか、こいつ落としちゃえばいいんか。なるほどな。でもこうなったらもう無理だよな。これいけんくない、スターの間に。んなんだこれ、進み方がよくわかんねえ。はい、早いよ今回、早いけどさ、落としていけないよそんなにこのスピードで。あー、でもワンチャン頑張ればいけるな、これで。ゴールが、ちょっと待って、右から何列目、10個目だ、右から。だからとにかく急いで上登っていって倒すでしょ。で右から10番目の列ってここ、1個ずれてたー。あー、いけた、よかったなんだろうこれ、ドントテイクダメージイージー40秒、ベストタイム 0.6% やってまいりましょう。なんだろう、なんかサムネ見た感じどうやって進むのかよくわかんないけどね。1回もダメージを受けないでゴール。あー、これはタイトルのまんまですね。はい、これどうなんのこれ、それ踏めんの。はいはい、あー踏めるんだ。あ、この高さ、あー危ない危ない、なるほど、踏めるんだそれって。で別に低重力とかじゃないんよな。え、届かねえよそんな高さ。いや、いけるか。はい、よいしょよいしょ、はい。あー、なるほどな。結構思いっきりくるんくるんしていい感じかな。最初のこれ何気に結構むずくないこれ。あ、でも意外といけんのか。はい、よいしょよいしょ、くるん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 、オッケー。さあ、で上の情報が、なるほどね、オッケー。はーい、でくるんくるんくるん、あ、ちょっと右行きすぎたらこれ当たる気する。オッケー、完璧。っていうかこれダメージ食らってもよかった。あ、そうか、ゴール条件あんのか。ちょっと待ってよ、これワンワン下向きに来たらやばいかもしれんよこれ。いや大丈夫か、ちっちゃい方は大してこんか。はいはい、オッケーオッケー。ここはまあ別に、まあワンワンもうまいことこっちこんかったしで。はい、どうなってる、真下に降りて大丈夫なんかこれ。ちょっと地面、あー真下で大丈夫だ。真下でどんぐりか、オッケー。これは何も触りません。はい、でどんぐり、うわ怖っ。ここ張り付いて、あ、様子見すぎたこっからふわっていってふわっていって、こうでこうでぐるぐるぐるって感じか。ペタッと張り付いてふわっとアップで、で、はい、これこんままいけん、いける、大丈夫かこれ、だいぶやばいぞ設計が。いけるね、ほわっと、あーうーわ、食らったか、そこ怖いな。あー最後緊張すんな、ここ。あー遅いんか。さあやってまいりました、3度目の正直となりますか。こんぐらい、あーやったいやーやっぱ最後のこれ難しかったね。てか中間が欲しかったねクリアできるか、ヒントはスピンです。やってまいりましょう。さあやってまいりましょう、クリアできるかということでございます。ほう、え、とりあえずクッパは降ってくるんだな。これは無条件にクッパは降ってくるけど、オンオフを変えない限りクッパたちは閉じ込められてるけども、攻撃がきつすぎる。これは勢いが大事だなやっぱり。これ切り替えてもらって、でもスピンできんくね、オンオフ。でもスピンでな、届く敵の高さじゃねえんだよなーっていう。とりあえずでもドアにさえ行けたらいいんかな。でもヒントはスピンですってあったけどさ、これでいいんじゃないの。じゃあ、ヒントはスピンです。まあちょっとわからんかったな。